遠野道の中には釜垣の小道とか小葉様坂の小道とかクラシックロードとかね、そういう名称をつけてね、焼き物にふさわしい産業観光の整備をしていった結果、面的な広がりになったフィールドミュージアムっていう言葉でもあったわけですよ。さらに広げるとね、もうフィールドっていうのはもうちょっと狭いなと、地域全体とだとまるっと、瀬戸弁でまるっとって言うとね、全てですからね。周辺にある赤酢とか水野とか信濃とか焼き物のね、歴史を物語る史跡がたくさんあるでしょ。工場があるでしょ。生活があるでしょ。それぞれの生活工場をね、一つ捉えてみるとね、焼き物の産業の美術館なんですね。瀬戸市域全体がミュージアムなんじゃないかと。市民の活力をね、どう得ていくかというところで、マッドミュージアムという共通の認識の中に皆さんが参加していけば、高まりもできましょうし、広がりもできましょうし、都市戦略の要としてね、マルットミュージアムという、ね、言葉をね、ターゲットにしてるわけですよ。オールドの、ね、焼き物は工芸として捉えて、産業観光の中の、ね、文化面の非常に強調する捉え方がある。それ一方、ね、瀬戸には、ね、ニューセラミックが非常に今産業界の中に広がってますんでね、ニューセラミックというものとオールドセラミックというものをどうやってうまく調和させて焼き物の、ね、産業に、ね、結びつけて発展させていくかがキーですね。博覧会を、ね、手作りで、ね、瀬戸市民はやったということですわ。瀬戸を訪れる人に対して、ね、接する、ね、素晴らしい心が、ね、できた。これが、ね、これからの瀬戸に、ね、大きな観光産業としての支える意味がいて、ね、成果としてもてなしの頃、これは、ね、誰も気づいてないけども本当にありがたい、ね、市民の中に、ね、その心が広がったということは大きな成果と私は思ってますね。